微名は中華民国の銀行家、実業家、石膏財閥における有力な銀行家の一人である。字は香里、香おり。はじめは、旧学を学んだが、1902年に、甲州の教会学校へ入学する。卒業後の1905年に、日本へ留学し、山口高等商業学校で銀行学を学んだ。1910年に卒業、帰国している。 中華民国成立後に、李明は石膏銀行計画として銀行会入りする。1915年7月に石膏銀行が石膏地方実業銀行に改祖されると、李は同行上海文庫副経理に任せられ、間もなく経理に昇進した。1916年5月、遠征外が皇帝即位を取り消した後、 上海中国銀行と交通銀行で取付騒ぎが起き、円は打艦禁止令を発する。これに対して、上海金融会は反発し、禁止令撤回を求める運動を起こし、李もこれに参加した。1923年3月、石膏地方実業銀行は、官営の石膏地方銀行と民営の石膏実業銀行に分割されることになる。リ名は、 校舎の総経理に任せられ、上海に創業を設置した。理は、石膏実業銀行の経営方針として、外為業務と実業投資を日本柱とし、順調にが経営を展開している。上海金融界で名声が高まった李は、1926年より、上海銀行業同業公開委員に選出され、後に主席を務めることになった。 1927年4月、小解析が、上海クーデターを起こすと、李明はこれを支持し、財政支援を展開した。同年、国民政府の交際基金保管委員会で、李が主任委員に任命され、交際を発行して、国民革命軍の北伐を支援している。また、石膏実業銀行当事長、古再生が病没したため、李が公認となった。 翌1928年7月、花庭科同章銀行総審理所総審理員となり、10月には中央銀行幹事会主席に任ぜられた。11月、中国銀行当事長健康通銀行、党ごととなっている。1929年、中米公弁の上海電力講師と上海電話講師でアメリカが顧問を務めた。1932年、 第一次上海事変勃発に際して、李明は、長江県らと上海金融会の強化のため、上海銀行業連合準備委員会を結成し、李が主席となった。同年には、杭州電力講師当事長に就任している。しかし1935年、中国銀行が改祖され、総支分が当事長になると、李明や長江県は、中国銀行の経営から駆逐されてしまった。 日中戦争が勃発すると、李は、上海銀行公会理事長に任せられる。まもなく、国民政府は、上海を陥落させられるが、李は、財政部長、交渉期の許可を得て、上海に泊まり、銀行業の経営を継続した。1940年3月、王朝明政権成立とともに、李明は、王朝明政権から、指名手配されてしまう。李は、 上海アメリカ領事館の庇護を受け、翌年3月、渡米した。アメリカでも引き続き、石膏実業銀行と上海電力講師の業務を担当し、さらに1944年に、ブレトンウッズで開かれた、連合国通貨金融会議では中国、代表団顧問を務めている。また、超貢献や陳候補と協力して、中国投資講師を、 翌1945年8月に設立した。戦後に帰国し、1947年に、長軍が行政委員長となると、長高権が中央銀行総裁、李明が輸入管理委員会主任委員に任ぜられ、金融、経済政策を担当することになった。しかし、国境内戦下での軍備膨張に伴う、経済危機の克服を成すことはかなわなかった。 同年、新候補と協力して、ニューヨークで国体保健公使を設立している。翌1948年、石膏実業銀行を石膏第一商業銀行に改組した。1949年、上海が中国人民解放軍により占領される直前、李明は香港に逃れる。香港でも石膏第一商業銀行当事長として、 銀行業務に引き続き取り組んだ。1966年10月22日、香港にて病没。去年80。ありがとうございます。